はい、皆さんこんにちは。本日は前金剛駅出口 A1 に来ました。本日は UU4 って言います、344メーターの山に登ってみたいなと思います。まあ行き方なんですけど、まあ、まずはミニバス番号 103M にて最寄りのバス停ウーファンティンっていうとこまで行きます。で降りたとこが、まあ、トレイルの入り口なので分かりやすいかなと思います。はい、出口 A1 出まして左に行きますと、もうすぐバスターミナルですので迷うことはないと思います。ここに大きく 103M クリアーウォーターベイ駅って出てます。まあ、このバスに乗りますね。これですかね。ではあちらのバス停でバスが出発するまで待ちましょう。バスでそうですね15分ぐらいでウンファンティンに着きました。バスを降りまして、まあ、目の前がトレイルの入り口となっておりますので、まあ、気をつけて道を渡ってですねここから入ってきます。現在12時50分です。では本日のトレイルスタートです。行きましょう。先ほどのとこから入りまして5分もしないうちに分岐点なんですけど、そうですねタイミウの方に入ってきます。こちらですね。歩き始めてそうですね5分過ぎたぐらいから、まあ、このように左側に背の低い竹が生えてまして、なんとなくこう日本チックな風景ですね。まあ、上から太陽の光が差し込んできて、まあ、とてもいい感じになっております。竹の道を抜けまして開けたところに出てきました。気持ちいいですね。空は青空で今日は気温が20度を超えるということで、まあ、ちょっと暑いですね。快適なトレイルが続いております。はい、トレイルを始めまして15分ぐらい経過しました。現在1時丸5分です。分岐点ですね、まあ、右か左かなんですけど左の方行きますね。右は自転車ですか、左の方です。カントリートレイルの方に入っていきます。はい、またまた分岐点ですね、右左、まあ、分岐点ばかりなんですけど、とりあえずこの石の階段をひたすらまっすぐ登っていきます。ここもまっすぐです。よいしょ、あ、登り終えたかな、どうだろう、行ってみましょう。はい、最後まで石の階段を登り終えましたらこのような景色が待っておりますので、ぜひとも頑張ってください。サイクルの街がよく見えてますね。あ、綺麗だ。はい、ひたすらカントリートレイルのコースを進んでおります。やっぱり晴れた日のトレイルは素敵ですね。時折このように木のトンネルの中に入って太陽の木漏れ日を感じながら、まあ、いい雰囲気の中を歩くのもすごい楽しいです。見てください、この上の方からこう太陽の光がこう入ってくる、この幻想的な光景が、まあ、私は好きなんですけど。はい、現在13時15分です。ちょっと開けたエリアに出てきましたね。左手の方にも道はありますし、右手の方にも入っていくとこがありそうですね。とりあえず地図見ましたらこのまままっすぐですので、ここもずっとまっすぐ行きますね。はい、まっすぐです。はい、またまた分岐点ですね。二手に分かれておりますが左手の方に入ってきます。左手の方に行きますね。カントリートレイルの方に入ってきます。まあ、地図見ましたらどっち行っても、まあ、結果一緒の場所にたどり着くんですけど、そんな距離的にも差はないんですけど、とりあえず左の方に私は入りました。カントリートレイルの方に入りました。はい、分岐点です。右がマウンテンバイクコースですか。いや、自転車持ってたら走ってみたいですけどね。てなわけでまっすぐカントリートレイルの方進んでいきますね。
はい、皆さん現在13時30分です。トレイル始めて40分経過しました。ちょっとしたビューポイントに出てきました。両サイド木がなくて景色がすごい綺麗に見えますね。こちらがクリアウォーターベイですかね。見えますかね。よいしょ、綺麗ですね。そして反対側がこちらの方にデビルスピーク頂上見えてますね。向こうの方にはサイワンポ、シャワケ湾の街も見えてますね。はい、皆さん分岐点に来ました。ここがちょっと重要なポイントになりまして、カントリートレールを行きますと右手に進んでいくんですけど、ここで初めてカントリートレールから逸脱しまして左の方に行きます。まあ、看板にはこのように出てるんですけど、とりあえず左の方に入ってきますね。こちらの道でないとドゥユーヨンの方に行かないので。はい、ちょうどトレイルを始めて1時間が経過しました。現在13時50分です。見てください、目の前にドゥユーヨン見えてます。344メーターです。いや、しかし細く尖った山ですね。あそこの頂上にぜひ行ってみましょう。どうでしょう、最後の一息はすごく急な上り坂のように見えますが、まあ、大丈夫でしょう。皆様なら登頂できます。ではあそこの頂上に行ってみますか。頑張りましょう。はい、目の前に見えてきました、最後の一登りですね。まあ、頂上から降りてこられる人もいますし、登ってる人もいますかね。道はちょっと細そうですね。はい、皆さんお疲れ様です。ちょうどハイキング始めて2時間ですね。現在14時50分です。頂上に到着しました。まあ、途中30分ぐらい休憩してたり撮影してたりしてましたので、まあ、1時間半ぐらいで頂上まで来れるかなと思います。お疲れ様でした。ドゥユーヨン頂上344メーターです。綺麗な青空です。おめでとうございます。
はい、皆さん2時50分に頂上に到着いたしまして、あれこれもうすでに2時間経過しました。現在午後5時10分です。目の前には綺麗な夕日が見えております。ではそろそろ暗くなる前に頂上を後にしますね。皆さん頂上から10分ぐらいで降りてくることができました。ちょっと大きな分岐点にたどり着いたんですけど、まあ、まっすぐか右かあと左にも行けるんですけど、そうですね、まっすぐ行くとトレイルコースになるんですけども、今日はですねここから左の方に行きまして、大通りの方に出まして、そこからミニバスを捕まえて町まで帰ろうかなと思いますので、降りてきたところをですね、今回は左に入ります。こっちですね、クリアウォーターベイロードの方に進んでいきたいと思います。では行きますね。はい、皆さんお疲れ様でございます。出口が見えてきましたね。出口出たところのすぐ左側にミニバスのバス停 103M がありますので、本日来たとこと一緒の駅に戻れます。現在5時50分です。12時50分にハイキング始めまして、5時間のトレイルでしたね。いや楽しかったです。今日のところはこの辺までといたします。また次回皆さんとどこかハイキングできることを楽しみにしております。ではまた。